まるでお風呂に入っているかのように落ち着いている私たちの名前はボールパイソンと言います。なんでボールパイソンと言うかというと、こうやって丸まっちゃうことがあるから、ボールみたいでしょ。なのでボールパイソン。白蛇ちゃんが元気ですね。君はどうしたの？学校行きたくない、会社行きたくないみたいになってますけど、顎の洗顔させてくれます。性格が様々ですね。外に出たい子、自分の布団に潜り込みたい子、自分の布団から出たくない子、うちの可愛い子ちゃんたち、概要欄から覗いてみてね。